芝山鉄道、芝山鉄道株式会社、芝山鉄道は、千葉県の成田国際空港付近に路線を有する第3セクター方式の鉄道会社である。成田国際空港株式会社の連結子会社であり、千葉県、京成電鉄、日本航空、芝山町、成田市なども出資している。本社は、千葉県三部郡芝山町の芝山千代台機構内に、 柴山鉄道は、成田空港が建設されることによって、東西方向の交通が寸断され不便をこむることになる、空港東側地域の住民や企業への保障として、国が、当時の京成本線の旧成田空港駅、現在の京成成田線の東成田駅園を、第三セクター方式で延伸する形で建設を、約束した鉄道である。 1981年、昭和56年5月1日に会社が設立され、1988年、昭和63年6月24日に、芝鉄成田空港駅、仮称、当時の旧成田空港駅、現在の東成田駅に隣接して開業する予定だった新駅から、整備前駅、仮称、現在の芝山千代田駅間 2.0km の、 事業免許を取得した。当初は小型電車で船内折り返し運転を計画していたが、後に地元からの要望を入れて、通常車両で旧成田空港駅を介して、京成成田駅まで型乗り入れ直通運転することとなった。そこで、1990年、平成2年4月13日に京成成田駅への乗り入れを運輸省、現、 国土交通省が認可し、同年12月25日に工事志向が認可された。この間に、成田新幹線計画が消滅したことを受けて、京成電鉄はすでに構築されていた同線の施設の一部を活用して、空港ターミナルに直接乗り入れることになり、1991年、平成3年3月21日に第1、ターミナルマスタに、 現在の成田空港駅が開業。こちらが京成本線となり、それまでの旧成田空港駅は新たに京成東成田線の東成田駅に改称された。着工は遅れ、会社は1992年、平成4年12月6日に開業した成田空港、第二旅客ターミナルビル内で、海外旅行者向け売店などの運営に進出した。1993年、 平成5年9月20日から12回にわたって開催された罪や調査団主催の成田空港問題演劇会議で今後の成田空港の整備を強制懇談会設置などの地元住民によるチェックなどの民主的的で進めていくことが約束されて1994年平成6年10月に国と県の他空港反対派の元厚田派などを含めて合意に達した この合意を受けて、芝山鉄道の延伸検討委員会が九百九十五年、平成七年月三十一日に始まり、九百九十六年、平成八年四月一日には、延伸経路について佐願に絞り込んだ。そして、九百九十六年、平成八年十二月二十七日には、京成電鉄との相互直通運転に、運転計画の変更が認可され、 1998年、平成10年1月22日に着工。しかし計画ルートに空港反対派の一坪、共有地が含まれており、そこの元の地主が一坪、共有地の維持を主張していたことから、地権者が全国841に及んでいたことで、同意の取得が難航し、逆に柴山鉄道や柴山の住民団体は、 用地取得に応じるように地権者に求めるなど双方が手紙による地権者説得を争ったが、1999年平成11年12月8日に、柴山町長が運輸省に空港反対派の一つと文字を避ける路線への変更を要望するに至った。これを受けて2000年平成12年3月に未買収地を半径160メートルのカーブで迂回する。 路線変更を決定し、同年6月20日に、ルートの一部変更とこれに伴う 0.2km の路線延長が認可された。2001年、平成13年4月26日にはそれまで、過少だった、整備場前駅の正式駅名が、芝山千代田駅に決定し、2002年、平成14年10月27日に、東成田駅芝山千代田駅間が開業した。 なお1996年、平成8年の段階では、現在の芝山千代田駅より、先の千代田駅、下称までの 0.7km 区間も計画されていた。建設にあたり、成田国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律、成田財特法による補助金の傘上げの適用を受けている。府中鉄道に限れば、 自社で線路を保有し、運送を行う第一種鉄道事業者としては、日本一保有する路線が短い鉄道事業者である。ただし、線路を全く保有しない第二種鉄道事業者を除き、線路の保有のみを行う第三種鉄道事業者を含めれば、日本一保有する路線が短い鉄道事業者は、南海和歌山高線の県社分解店、旧久母町駅和歌山港駅間2.0。 キロメートルを保有する和歌山県となる。工作鉄道を含めれば、安波山工作鉄道191メートルを保有する宗教法人クラマデラが保有路線日本最短となる。将来的には、芝山町中心部を経由して、九十九里海岸方面への延伸も検討されており、それまでの代替処置として、芝山鉄道延伸連絡協議会による空港シャトルバスが、 横芝屋方海岸まで運行されている。運用は、京成電鉄の車両と共通である。大人普通旅客運賃、全線200円、小200円、2014年4月1日改定。直通先の京成などと異なり、IC 乗車カードは一切使用できない。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。